guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は東海大附属福岡高校さんにお邪魔しまして、フィールドの選手たちとね、キーパー練習をしようということで、まあ今これ練習終わった風景なんですけど、みんなキーパーグローブつけてね、練習しましたんで、その様子をちょっと配信したいなと思います。はい。OK! いいよ大好き怪我するから、ボールついてから倒れる。ボールついてから倒れる。ちょっと背中が入る。ボールと地面の間に手が入らないように気をつけて。前傾で。はい。そう。ボール。飛べよ飛ばなそれくらいシーナ言ってやれ当たり前だよってこれぐらい止める蹴るですよってちょっと回っちゃってもいいよ最悪あーオッケー体が外側向くと怖くなるから体正面できるだけ向けて外側向くと着地するのが怖くなるよまあ OK! ナイスキーパー
何それ。前出ろよとか、そこ止めろよって言われることが結構ある、ね、うん、そう。そういう時にどんな気持ちいいの？嫌だなって思う。正直ね。そうだね。今日ので分かってくれたかな、ね、と思います。ありがとうございました。ありがとうございました。一週やってみて。フィールドとやって、まあ、教え方上手いなって思って。ああ、ありがとう。なんか、逆にアドバイスも楽しかった。ああ、なるほどね。身長低いから、まあ、上のボールとか、まあ、そこの弱点とかで止めに行って、まあ、いろいろ言われて嫌だなと思って。そうだよね、わかるよ。今日フィールドの人と一緒に練習してそこら辺はどうかな。変わったと、変わったと。お疲れ様でした。キーパー初体験ですか。はい。あ、やってみてどうでした。いや、なんか普段はキーパーの人の気持ちとか分かんなくて、うん、やってみて、あ、難しいなって思いました。何が一番難しかったですか？高いボールと速いボール。速いボールね、はい。今日キーパーグローブ初めて多分つけたと思うんだけど、はい、どうですか、つけてみて。暑いな。暑いよね。プレーしにくい。プレーしにくいよね、暑いよね。夏とかね、やばいもんね。まあ、そういう気持ちも分かったかな。はい、なんかこう今後に行きそうですか、フィールドの。はい、プレーにどんなところ行かせそうですか、はい、とキーパーの人になるべく仕事をさせないようなディフェンスしていきます。素晴らしい模範解答、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日キーパー練習やってみてどうでしたか。すごい難しかったし、うんうん、怖かったです。怖かったんだ。何がこう、はい、一番怖いなって感じた。近くのシュートをこうスライディングして止めるのが怖かったです。そうね、蹴られそうになるしね。はい、確かに確かに。普段ディフェンスしてるってことなんだけど、こう、はい、自分がこうディフェンスしてるときにキーパーに思ってた感情を自分がキーパーやってみたときに同じこと言えそうかな。いや、難しい。意外と難しいよね。はい、そうだよね。まあ、なんで今回の経験どうかな、今後に行きそうですか。はい、ところ、自分はディフェンスなので絶対にシュートを打たせないようにして、キーパーを助けたいです。痛いわ。打たせんらしいけど。できるだけ。ありがとうございました。お疲れ様でした。
じゃあもっとじゃあ1対1で相手とぶつかってる。まあ今日じゃあ最後3対2のそういうシーンを体験したキーパーした人もいると思います。まあだからまあお互いにリスペクトを持ってるじゃないけど、でその中でじゃあ、コーチがずっと立ち位置のところとかも言ったけど、守備にコーチングしながらも自分の立ち位置気にせないかんっていうのもキーパーはせないかっていう部分でいろんなところを今まで知らなかったことを体験してみる。で加えてなんならこいつらはそれを勝負かけてやってるわけです。まあそういった面も含めて、まあお互いさんお互いお互いですっていうところだと思います。とまあ昨日1年生に、はい、ということでね、東海福岡高校でやってきましたフィールドと一緒にキーパー練習ですね。あのフィールドの選手たちもね、すごくポジティブに取り組んでくれて、すごく良かったんじゃないかなって思います。で、あの監督さんからも言ってもらいました通りに、あのフィールドのね子たちのキーパーへの印象イメージっていうのが結構変わったんじゃないかなと思います。やっぱ見てると、それなんで出てこないんだよとか、それも止めれないのとかってやっぱ思いがちなんですけど、意外とやってみると難しいなって思った選手が多かったんじゃないかなと思います。やっぱりね、ダイビングとか慣れててもやっぱり体地面に打ちつけるんで痛いし、時にはね、砂のピッチでそれをしないといけなかったりとかもするので、まあそういった大変な部分も知ってもらって、まあ、なんだろうな、大変だからしょうがないかって思ってほしいっていうよりは、まあお互いね、リスペクト持ってやってもらって、キーパーもこんだけ大変なんだっていうのを分かってもらった上で、お互いプレイできるといいんじゃないかなと思いますし、逆にキーパーの子たちは、そこをね、こう、止めてくれよって、出てきてくれよっていうところでしっかり、後ろでね、カバーリングができて、試合でね、活躍できるような形、試合でたくさんシュートを止めたりとか、1対1で止めたりとか、後ろを振り返ったらキーパーがいるぞっていう安心感を与えられるようなキーパーにね、なっていってほしいなと思います。またね、来月からキーパーの、女子のね、キーパースクールも始まりますんで、そういった活動を通してですね、チームの勝利に貢献できるキーパーに、育っていってほしいなと、心から思ってます。はい。まあ、今回ね、高校から依頼、監督さんの方から依頼を受けて、こういった形でやったんですが、もしね、自分の高校の選手にも、まあ、キーパーだけでの練習もそうですし、今回行ったようにちょっとキーパーのね、気持ちを分かってほしいよっていうところで、フィールドの選手含めてですね、キーパートレーニングしてくださいっていう依頼などあればですね、公式の LINE だったりとか、インスタの DM からご依頼いただければ、TGK 全然どこにでも行きます。全国どこでも行きます。女子の選手、キーパーの選手のためなら、ぜひね、ご依頼いただければと思います。はい、ということでね、ぜひぜひ、興味持って、意識が変わっていって、まあ、キーパーに興味持ってくれる方は、もっともっとね、いればいいかなと思いますので、ぜひ活動していきたいなと思います。それでは最後に、チャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。